海中でも大活躍。あと2つか。膜って海でも使えるの？もちろん、魚を膜で取ったりしているからね。それって網じゃない？網は置いとこう。とりあえず魚たちが快適に暮らすためには膜が活躍しているんだ。詳しい人に聞いてみよう。こんにちは。海で使われている膜で魚を守っているって本当ですか？シロトプロテクターという製品になりますが、海底で、濁りが発生する時の濁りを止めるカーテンになります。で、海底の濁りというのは非常に細かな粒の粒子が巻き上がる形で、この濁りを魚たちが間違えて食べたりとか、もしくは魚たちの呼吸しているエラに入ってしまうと魚が死んでしまう可能性があります。そういった魚たちを守るために、濁りを閉じ込めるためにカーテンを使っています。こういったカーテンを海面からフロートなんかで浮かして垂らすような形で守りたいエリアを仕切る製品になります。へえ、こんな風にして泥から魚を守っているんだね。そうだね、水中に壁を作っているなんて面白い。シルトプロテクターは他にもいろいろと使われているんですよね。メタンハイドレートの回収技術でもこの生地を今検証しています。メタンハイドレートは天然ガスの主な成分であるメタンガスが海底下で氷状に固まっている物質。日本の周辺の海底にも存在していることが分かってきました。火を近づけると燃えることから燃える氷と呼ばれています。排出される CO2 は石炭や石油を燃やすよりもおよそ 30% 少なく、次世代の天然資源として注目されています。海底でも膜が役立つなんてすごい。どんな研究をしているか教えてください。今実際にいろいろな実験をしています。まだまだ模型レベルなんですが、その模型を海底1000メーターに持っていくときには、途中非常に流れが強い、環境で下ろしてきますので、海底に着いたときには壊れてしまっているケースもあります。ですので海底に持っていくまではできるだけ小さく畳まれた状態で波の影響を受けないようにして持っていきたいと思っています。本当に簡単に海底で設置できる技術というのも求められています。海底にあるメタンハイドレートを回収する際にも濁りが発生します。その時にシルトプロテクターを使おうと研究が進められています。実は水深1000メーターのメタンハイドレートが多く分布していると考えられているエリアは仮の漁場になっています。ですので、日本海側のカニというのは非常に有名な資源ですから、カニを守るというのを考えています。海中に膜や網が下ろせるようになったら、深海にいる美味しい魚とか捕まえて食べられるようにならないかな。さらに海底では膜が役立っています。メタンハイドレート自身は、海底面でくっついている状態なんですが、それを剥がしてしまったら浮き上がってきます。その浮き上がってきたものをドームとか、例えば円錐のようなとんがったような状態の膜構造の中に溜めてやって、そこから吸い上げてやる、もしくは、そこからどっかに移動するっていうのを今考えています。へえ、環境を守る、泥を防ぐ以外にもメタンハイドレートの回収そのものに利用することも考えていたんだ。膜が大活躍だね。水面から海底1000メーターまで運ばなくちゃいけないので、大きなもの、もしくは重たい鉄のようなものを持っていくことはできません。ですので比較的軽い膜を今有力候補として考えています。魚を食べたり、エネルギー資源を使ったり、消費するだけじゃなくて快適な生活をするには、どうやって資源を守っていくか、確保するかも考えないといけないね。大人な意見だね。でも確かに資源開発や消費と環境保全をどう両立させるかは僕たちが考えていかないとね。ねえねえ、今さら言いにくいんだけど、そもそもエネルギー資源って何？確かに。エネルギー資源が何に使われているの？本当にないとダメなの？そうだよね。
わからないや。エネルギー資源を調べてみて、もしメタンハイドレートが必要なら海底に膜を持っていく方法を考えてみようよ。